綺麗だね。うん。香坂さんはこれが見たかったの？見たかったって言うとちょっと違うけど、他人と違うことがしたかったの。はあ、地面が星空みたいだ。あれお祭りの明かりかな。そんなに塚本が気になる？え、そんなわけないじゃん。そんなんじゃないし。ふん、そんなんじゃないんだ。うん。ねえ、お祭りの日に山に登るなんてバカなこと、他の人たちはしないよね。うん。まあ、久美子なら分かってくれると思って。私、興味ない人とは無理に仲良くなろうと思わない。誰かと同じで安心するなんて、馬鹿げてる。当たり前に出来上がってる人の流れに抵抗したいの。全部は難しいけど。でもわかるでしょ？そういう意味不明な気持ち。うん、わかるよ。香坂さんの気持ち。レイナ？レイナ。私、特別になりたいの。他の奴らと同じになりたくない。だから私はトランペットをやってる。特別になるために。吸い込まれそうだった。私は今この時なら命を落としても構わないと思った。トランペットやったら特別になれるの？なれる。もっと練習してもっと上手くなればもっと特別になれる。自分は特別だと思ってるだけのやつじゃない。本物の特別になる。やっぱり久美子は性格悪い。